ヌミディア。ヌミディアは、カルタゴや共和制ローマの時代に、ベルベル系の部族が住んでいたアフリカ北部の地域、王国。ヌミディアとは古代ローマによる故障であり、現在のアルジェリア北東部周辺にあたる。ヌミディア王国は、東隣にカルタゴ、西隣にマウレタニア王国と接していた。王国の滅亡後に、ローマの属州となった。中心都市は、キルタ。 シルタ、現在の名称はコンスタンティーヌ。ヌミディアとはヌミドと呼ばれる、反遊牧の先住民の小都市群の意味とされる。ヌミディアの名は歴史家のポリュビオスに由来する。ポリュビオスはポエニ戦争で騎兵として活躍した、反遊牧集団のことをギリシア語で遊牧民を意味するノマデスと呼んだ。あとにカエサルやリウィウスはこの地域の住民をラテン語で、 ヌミダエと知るし、その国はヌミディアと呼ばれた。しかし、ヌミダエ及びヌミディアはローマ側の故障に過ぎなかったとされているヌミディア人の功を参照。紀元前3世紀頃のこの地域は、二つの遊牧部族連合国家、東のマッシュリー族と西のムティギティ族あるいはマッサイシュリ族に分かれていた。この当時は、まだ一つの王国は存在していなかった。 第二次ポエニ戦争では、東の王であるガイア、あるいはガラは、カルタゴと同盟を結んで、ハンニバルの遠征軍に騎兵を提供し、共和制ローマと戦った。他方、西のシュファクスは、ローマと同盟を結んでいた。ところが、紀元前206年、東のガイアが没すると、西王国のシュファクスが東を併合した。ガイアの息子であるマシニッサは、カルタゴ領のイベリア半島で、 ローマのスキピオアフリカノスと戦ってたが敗れ、本国を失ったので、スキピオの軍門に降った。これに対して、シュファクスは、ローマから離反して、カルタゴと同盟を結んだ。紀元前204年、スキピオ率いるローマ軍が、カルタゴ本国を攻めるために、北アフリカに上陸して、カルタゴヌミディア同盟軍を破り、ヌミディアを制圧した。シュファクスは、ローマの捕虜となり、 マシニツサが統一ヌミディアの王として即位した。ザマの戦いでは、マシニツサは、スキピオキカローマ軍の支援軍として、右翼の騎兵隊を指揮して、ハンニバルのカルタゴ軍を破ることに貢献した。なおこの時、マシニツサが撃退したカルタゴ軍左翼も、ヌミディア騎兵であった。後世のアッピアノスが伝えるところによれば、マシニツサが没した、紀元前四十八年には、彼の領土は、 西隣はマウレタニア、東隣はカルタゴ、さらに東端はキュレナイカにまで達したという。すなわち、カルタゴを南側から包囲した形になったわけである。マシニッサの後継者となったミキプサが、紀元前118年に死去すると、三人の後継者が後目を争うこととなった。すなわち、アドヘルバルとヒエンプサル、一世、ヨグルタであり、 紀元前112年までに、ユグルタは他の二人との争いに勝利して、ヌミディア王となった。ユグルタがヌミディア統一の王となった同じ年に発生したヌミディアによるローマ人の殺害に橋を走って、ローマとヌミディアとの間で、ユグルタ戦争が勃発した。ガイウスマリウスやスッラの活躍、マウレタニア王ボックス彗星の協力も得て、ユグルタを捕獲し、 ローマの勝利に終わった。なお、ヨグルタ戦争の後、西ヌミディアは、マウレタニアの支配下に入った。依然として、東ヌミディアを呼びキュレナイカまで達する広大な領土を有していたが、紀元前81年には、スッラの指示を受けたグナイウス・ポンペイウスが、ヌミディアへ進行。その支援を得て、ヒエンプサル二世が即位したように、ローマの属国的な存在となった。 紀元前四十九年にカエサルと、ポンペウスらの元老院派による内戦が勃発。ユヴァ一世は元老院派に組みして、バグラダス側の戦いでは、ガイウススクリーボニウスクリを率いるカエサル軍を撃破した。紀元前四十八年九月にファルサルスの戦いで元老院派は敗北。ポンペウスはエジプトで殺害されたものの、ユヴァ一世は北アフリカに逃れてきた。 元老院派のクイントスカエキジウスメテルスース,スキピオ、ナシカや、ショウカトラと共にカエサル派への抵抗を続けたが、元老院派、ヌミディア連合軍は、タプススの戦いでカエサル派に敗北。元老院派の総司令官、メテルススキピオは、戦死、ショウカトは、ウティカで自殺した。ユバ一世も、カエサル軍の追撃で自殺、ヌミディア王国は断絶した。 カエサルはヌミディアを直轄領とし、ローマ族州、アフリカノーアとなった。なお、オクタヴィアヌスが紀元前31年にアクティウムの海戦に勝利して、ローマの覇権を握った後、一度はユバ一世の息子ユバ二世をヌミディア王としたが、紀元前25年にマウレタニア王へ転出させ、ヌミディアは再びローマ族州となった。193年。 ローマ皇帝セプティミウス・シヴェルスの下で、ヌミディアは、属州アフリカ・ウェトゥスから切り離され、皇帝俗里の支配下とされた。ディオクレティアヌス帝による帝国再編の四分割統治、テトラルキアに際しては、アフリカ教区の7属州の一つとなり、ヌミディア・キルテンシスという呼称で知られるようになった。428年、バンダル族による信仰と支配は、ヌミディアを荒廃させていった。 こうして、ローマ帝国の国葬王と称された、肥沃な北アフリカ一帯は、砂漠に飲み込まれていったのである。ヌミディア人は、第二次ポエニ戦争においてハンニバル率いる、カルタゴ軍が、共和制ローマに攻め込んだ時に、正教な騎兵として従軍し、ティキヌスの戦いトレビアの戦いトラシメヌスコハン。 戦いンナへの戦いという一連の戦闘で、ローマ軍を大いに激破して、有名を馳せた。マシニッサが、ローマ側に寝返ったザマの戦いでは、ローマ軍右翼とカルタゴ軍左翼が共に、ヌミリア騎兵であった。これ以降、しばしば、ローマ軍への支援部隊、アウクシリアとして、兵を動員るようになり、その有力な戦力となった。カエサルによるガリア戦争でも、 支援部隊として大きな役割を果たし、ガリア戦記にもヌミディア兵が登場。カエサルと元老院派の内戦でもヌミディア機兵が重要な役回りを果たした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。